はい。皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川ーーです。オーストラリアドルへのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい。4時間足、ボリンジャーバンド強い下落トレンドが進行中、一目均衡表トレンドが出ておりません。ストーキャスティックス、買いシグナルが点と、ただこの買いシグナル、形状的にあまり強い形状をしておりません。はい。そういうことで、4時間足ベース、難聴な展開を予想しております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい4時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線、えー、下向きということでトレンド下落トレンドが出ておりますはいローソク足と言いますとマイナスシグマライン下抜けトライ中マイナスシグマライン目前に迫ってきておりますはい4時間足ボリンジャーバンドでは強い下落トレンドが進行中ということですはい4時間足ストキャスティックス一応形状から言いますと開始グナの形状をしておりますが えーとパーセント D、パーセントスロー D ですね真横を向いております回収になれるとしての精度はあまり強くないということですはいこちら4時間足一目金庫表ですはいローソ働活動部の位置関係からまだトレンドは出ておりませんが はい、サポートラインとしてワークしておりました、雲の加減、下抜け、成功しております。さらには短期指標の赤いラインの線、転換線、中長期市の青いラインの基準線、あと直近の動きを示す紫色ラインの地高線ですね、はい。3本とも鋭角に下落ということで、かなり強い売りバイアスが現在発生しているということです、はい。それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。 はい、サポートラインにつきましては94円5万レベル94円5万レベルと考えております、はい、レジスタンスラインなんですけども4時間足1目均衡表転換線レベル96円の37レベル96円の37レベルと考えております はい、本日、ニューヨーク市場の予想レンジ94円の5万レベルから96円の37レベルということです。はい、ポイント、難聴急落警戒ということで、はい、4時間足ボリンジャーバンド強い下落トレンドが進行中4時間足1問均衡表につきましては現在トレンドが出ておりませんがかなり強い売りバイアスが現在発生しております、はい、4時間足ストーキャスティックスにつきましては解試グナルが出ておりますが形状的にあまり強くないということで はい、いそういうことでですね、本日、ニューヨーク時間帯オーストラリアドル円につきましては難聴な展開さらには急落警戒と考えております。本日は以上となります。